どうも、マーツランチャンネルです。まあ、今日はね、サムネイルにある通り、日清食品、陸上競技部の、まあ、縮小についてちょっとね、僕の思いをね、お伝えしたいなというふうに思います。まあ、一言で言うとね、とても残念、個人的に、これ本当個人的な思いですよ。もう個人的な思いとして、とても残念に思います。まあ、というのも、まあ、僕は、まあ、大学まで陸上競技をやっていて、その後も、まあ、いろいろね、ランニング対策したりしてるんですけど、走ることもね、もちろん好きなんですけど、こう何よりもね、駅伝とかマラソンを見るのが僕めちゃくちゃ好きなんですよ。で、まあ、めちゃくちゃ詳しいってことでもないですけど、まあ本当ね、ある程度ちょっとオタクっぽい人とも多少話せるぐらいの知識は多少あったりするんですけど、でその中でも学生駅伝、まあ、箱根駅伝とか全日本出雲とかの、まあ、学生の駅伝、まあ、あと学生選手ももちろん好きで必ず欠かさず見てるんですけど、それよりも僕ね、実業団の選手がすごい好きなんですよ。大好き。個人的にマラソンのね、個人で活躍されてる人ももちろんだし、お正月はね、ニューイヤー駅伝、もうもしかしたらね、もう箱根駅伝よりもニューイヤー駅伝の方が楽しみなのかなっていうぐらいニューイヤー駅伝が本当好きで、まあそれぐらい実業団、がすごい好きなんですよ。その中でも本当ここ何年、もう本当10年ぐらい僕はね、日清食品をね、ずっと応援してたんですよ。ずっと。そうなんです。まあ他のね、実業団チームで個人的に好きな方とかね、選手とかすごいいっぱいいるんですけど、まあチームとしてね、好きだったのが日清食品が好きだったんですね。まあ、理由としてはね、スター性ですよね。まあ、僕のイメージだとね、日清食品の陸上部ってこうスター軍団ってイメージがやっぱあるんですよ。スター選手が集まってるようなイメージが、まあ、勝手にねあるんですけど、もう忘れもしない、2010年ですよね。2009年の時に、2位でゴールして、で2010年にね、まあ、念願のこう優勝するんですよ。まあ、その時のね、メンバー、これね、語っちゃうと本当止まんないんですけど、強かったですよね。まあ、一区がね、座間選手、神奈川の藤沢商陵高校から、まあ、専修大学のエースとして、何者入りで、入って、座間選手でしょ。で、二区が、まあ、ゲディオンね。強かったね、ゲディオン。強かった。でも、佐藤悠基選手、とかね、その時は、あとは北村選手か、日体大のね、北村、日体大の星名選手、同世代ですけどね、僕ね、星名選手、あとの法政の徳本さんね。あ、まあ確かに徳本さんが入ったっていうのはなんかスター性をね感じると思うんですけど、なんかが小野裕之選手ね、順天堂の大学、僕の同世代、1個下だったかな、1つ下のぐらいの世代かな。まあ、その時に優勝して、まあ、その今メンバー聞いただけでも、まあ、めちゃくちゃ強い。まあ、その時のね、めちゃくちゃ強くて。で、まあ、過去のね、歴代の選手で言うと、ほんと多分、切りないですよ。そのちょっと、まあ、まず古い選手とね、実位選手、マラソンで活躍したのは実位選手とか、まあ、諏訪選手とかね、マラソンでね、活躍しましたけど、まあ、駅伝で言うと、日大の藤井さんとかね、藤井さん、あともうちょっと下で言うと、まあ、東海大学勢が多いか、東海大学勢、まあ、村沢選手とかね、割と最近ですけど、村沢選手、丸山選手とかね、まあ、貝倉さんとかね、貝倉選手とかね、もう切りないわ、こう話しちゃってね、まあ、切りがない、なるんですけど。で、まあ、僕のイメージで、まあ、その時その時で、まあ、ずっと強かったので、まあ、学生のトップレベルの、人じゃないと、まあ、日清食品陸上部にもちろん入れないっていうのもあったんですけど、その中でも
学生 の, あの駅伝とか大会の中で、まあ、早いのはもちろんなんですけど、まあ、実績だけじゃなくてなんかスター性があるような選手、なんかよく注目されるような選手、まあ、ただ速いっていうだけで注目されるわけじゃなくて、それ以外にも注目されるような選手が僕はね日清食品に行ってたっていうようなイメージはなんかあるんですよね。なので、まあ、ちょっとスター軍団っていうようなイメージがあって、まあ、かっこいいなっていう、まあ、あの法政のね徳本選手なんかね学生時代ねあの茶髪でこうサングラスでね、まあ、もちろんあのタイムはね学生トップの記録を持ってたんですけど、まああのいろいろね賛否いろいろありましたよね。あの茶髪にサングラスがちょっとチャラいだとかね。で僕はすごい好きだったんですよ。そういうのがすごい好きで追っかけてましたし、まあ、同世代でいうと、まあ、北村選手、まあ、西脇工業の、ね、北村選手もずっと強かったですよね。なんか、まあ、そういった選手がねこうずっと行っていて、あのスター性のある選手が行ってたっていうイメージがあったので、まあ、スター軍団っていうので、まあ、ずっとね好きで応援したんですけど、まあ、その2010年で優勝した後も、まあ、その後もこう何年も、まあ、優勝候補っていう風には毎年言われてたんですよ。毎年言われていて、メンバーもやっぱ強いし、その後もねあの学生トップランナーの佐藤悠基選手も入ってるし、村沢選手、大迫選手も入ってますしね、いい選手を獲得してたんですけど、まあ、優勝からちょっと遠ざかったりしていて、まあ、年々、ニューイヤー駅伝の記録もちょっと落ち、まあ、去年今年も、まあ、15位とか16位とかね、まあ、振るわなかったわけで、まあ、今回ね、まあ、縮小という形ですね。まあ、今ちょっと述べた佐藤悠基選手と、村沢選手、まあ、この2名だけが、まあ、残って、他の選手は、まあ、一応全員退部、まあ、会社に残る、もしくは他の実業団選手で、入れるチームがあれば、まあ、継続するっていうような、感じですね。まあもう実質ね、あの駅伝としての活動はもうしないですよね。また佐藤選手と村沢選手はあの MGC があるので、まあ、マラソンで活躍して、まあそれに終わった後ちょっと残るのかどうなるか分かんないですし、まあ、今後もこうピンポイントでねマラソン選手っていう形で1名2名をサポートしていくのかもちょっとまだ分からないんですけど、まあ駅伝として見ることはまあもうないんじゃないかなというような感じですね。まあ今年のね春入社予定だった大学生も2人もねもう内定が取り消しっていう形で、まあねちょっと残念だしかわいそうだなっていう風なところもありますけど、まあ日清食品もねあのその2名に関しては全力でサポートするっていう風に言ってくださってるので、まあおそらく他のチームでまあ入ることはできるんじゃないかなと思います。もしくは日清食品、まあ多分陸上部としては入部してるのでまだねその方たちは走りたいと思うので、まあどっかの実業のチームには入れると思うんですけど、まあちょっと残念な結果っていうところですね。この後このすごい強豪で有名だった日清食品というチームがこう駅伝から撤退するとなるとね、こう続々とね他の実業団チームもこう手を挙げてくるんじゃないかなっていうのがね、それがもしあった場合すごく残念、すごい縮小してしまうのがまあとても残念でちょっと怖い部分かなっていうふうに思います。で、まあ駅伝のねこう広告ってやっぱ難しいと思うんですよ。こう野球とかサッカーとかってスポンサーって、まあ、お金はもちろんかかるとは思うんですけど、その分収入が結構あると思うんですよ。まあ、分かりやすいところで言うと、まあ、野球もサッカーもこう試合を見るのって無料で基本的には見れないですよね。会場で見る場合こう入場料をこう払って、試合を見るっていうのがあって、まあその時点でまあそういった収入がありますよね。であとグッズ、まあ、ユニフォームとかの収入ってやっぱめちゃくちゃ大きいと思うんですよ。
まあ、その野球とかサッカーとか応援するにあたり、やっぱユニフォームを着て応援したり、まあ、タオルを巻いて応援したり、まあ、そういったことをするのが多いと思うので、まあ、そういったグッズの収入も結構大きいと思うんですよね。で、陸上ってそういうのがないですよね。まあ、ユニフォーム、まあ、それを PR を見て、そのチームの、まあ、日清食品行ったらカップヌードルを買うとか、まあ、そういうことにつながるわけなんですけど、まあ、陸上競技のこう PR ってもうほんとね、メディアの広告塔でしかないわけですよ。こういかに先頭集団で、映ってこう日誌っていうのを、テレビに、映すかっていうところですよね。で、まあ、強豪校であればこうずつ、あ、強豪チームであればこうずっと映るので、何時間もテレビに映るんですけど、映るんですけど、果たしてそれがその会社の利益に直結するかっていうと、まあ、直結はしないですよね。あの、見てて応援とか日清好きだなって思いますけど、まあ、だからって日清食品をじゃあニューイヤー駅伝で日清優勝したから、じゃあそのままカップヌードル買いに行こうとかね、そういったものって、まあ、なかなか結びつくじゃないですか。なのでね、そういった面で陸上競技の、支えていくのってやっぱ結構難しいのかなと思うので、今後ね、そういった実業団チームがね、出てくる可能性あるのかなって思ってるのが、まあ、残念ですね。まあ、あの、どうなるかちょっと分かんないんですけど、まあ、ちょっと個人的にね、あの、日清食品がすごい好きだったので、あの、ちょっとお伝えしようかなと思ってます。あの、まあ、ただね、まだ佐藤幸選手と村澤選手、東京オリンピックのマラソン代表に向けてね、あの、活躍することを祈ってますので、ぜひね、